牧師は、牧の運営に当たる武士、あるいは武士に準じる身分を与えられた役職。江戸時代、江戸幕府の御用牧では、名主などの有力農民が多くその任務に当てられ、苗字縦脇など武士に準じる身分特権を与えられた。牧は、律令制の下で制度化された。馬山綺麗によれば、牧ごとに、長一人、とばり一人を置き、馬、牛それぞれ百頭の軍について、各二人の、 マキコを拝した。中世には、律令成果で、干木であった土地に居住し、馬を使用していた武士のことを、マキと称した。アズ鏡戦略元年5月19日以上には、カ野国にあった、小笠原古木の、マキと、武行人、三浦義村の大官の間で喧嘩があったという記事がある。道の区国ぬかの部分や津軽地方には、マキシ伝が設定されていた。 江戸幕府は、御用薪として、下兎国に小金牧、桜牧安房国に峰岡牧を設け、馬の使用にあたる牧師の職を置いた。江戸幕府の牧師については、通常、牧師と読まれている。江戸幕府は、牧周辺の村を牧付村、野付村に指定し、その夫役によって牧の維持に当たらせ、現地における維持管理の責任者として、 牧師を任命した。牧師は当初少数であったがが最初で、当初は専門技能を持つ者が5名のみ選ばれたという。その後、名主などの有力農民の中から牧師を多数任命するようになった。牧師には名字立脇、き、朝上下の着用、乗馬鉄砲などの身分的特権が認められた。牧師は、セコと呼ばれる人足を刺激し、巻内の水場や樹木の手入れ、 矢場の管理などに従事していた、おおむね現在の自治体ごとに並べている、旧吉田家住宅、ありがとうございます。